上城石上城石は、日本の溶水路。秩父山系から発する荒川から取水し、甲府盆地北園にあたる。現在の山梨県海市南部地域を考えする。上条足間、上条上条号に由来し、現在では、一の関の古障で呼ばれる。荒川からの取水口偶関との分岐部、上城石が考えする海の市南部地域は、甲府盆地の北園に位置する。 一帯は東西を荒川と区川に隠されている。荒川は、秩父山系から発し南流する笛吹川の支流で、上城関は、堺、東上城、中下城、大下城を、南流し荒川う岸地域を考えし、大下城において、区川と合流する。なお、上城関の東西には、並行して分岐した二の関、三の関、宮関が流れ、 荒川から取水し、区川に合流する遺跡は、計4本流れている。なお、区川南岸に位置する大下城城河原の中河原、下河原の地域は、水系の異なる釜無川水系から取水された、遺跡を利用している。現在では、上城関は、山梨県水産技術センター敷地内にあたる、海野市牛区城を総木原において、 荒川支流亀沢川より取水している。同地点は荒川線上地の扇長部にあたり、荒川に亀沢川が合流している。取水口には水門が設置されており、取水口から500メートルほど南流すると宮崎と分岐する。その後は県道7号線沿いに流れ、地村、鈴区の八幡田神社西川を通過し、4.5キロメートルほどの区間を おおむね9カ所の城を分岐して考えし、竜王駅に近接する、中央本線と、中央自動車道の交差地点にあたる、時代、下城あざ、伊豆を、深田において、久川と合流している。上城関の考えする、四季島地区南部地域には、弥生時代からの定住痕跡が見られ、上城関と久川合流地点付近に位置する金の、お遺跡は、 弥生中期の集落遺跡として知られる。また、金のお遺跡のほか松のお遺跡、村属遺跡、三宮地遺跡など、弥生時代から、奈良、平安時代、中世に至る遺跡が連続している。古代には、盆地西部に立表された駒群の中核地域で、あったと考えられており、区川を挟んだ、甲府市仙塚には、か、ボーナツか古墳が存在し、 四季島南部地域でも天狗沢が用後の存在や、松野を遺跡からは、近動物も出土しているなど古代段階から集落が展開していたと考えられている。律令成果では、島総域に否定され、中世には松野を三宮地遺跡において遺構が見られるほか、中世には山岳信仰が成立し、御岳道に近接する三宮地遺跡からは、 信仰遺物も出土している。こうした歴史的景観から上城関の流路には、古くからの定住痕跡が想定されているが、上城関に関する最古の文献資料は、戦国時代の元気3年3月26日付、武田家主因状によれば上城関の破損に際して、牛久、中下城大下城天狗、沢、宮寺、 河方の六郷に対して、遺跡の再行が命じられており、この段階で、遺跡が開発され利用されていたことが確認される。牛久郷中下城下、下条郷河方号大、下条郷天狗沢郷宮所の郷上条の、石破村交換、右の郷中松室団号、加齢最高の胸、五下寺故者なり、なお助見、石原家文書武田家主院上をまた、 元気三年武田家主院状からは、武田氏により把握された六教が共同して、遺跡の管理、維持を行っている観光が分かり、戦国期の治水が、大名権力によるものだけではなく、地域社会によって担われていた点が注目される。高野村聖経院、武岳過去町や文化十一年編纂の会の告知師、会の国史によれば、上条跡を管理、利用した村落は、 立良聖火の松尾車両島層に属していたという。上城関の考えする島上城地域は、島層の中核地域にあたり、中下城には直営伝を意味するあざな。五小作、中下城南の隣接する大下城には、島層の小鎮守である松野を明神に由来すると考えられる、松野の,のあざなが見られる。五小作、松野は、中下城 大志城を挟んで南北に大地しており、領事地域には金のお遺跡、松のお遺跡が分布しており、集落遺跡が確認される。領事地域は微光地上に位置し、洪水被害に遭いにくく安定した開発が望めた地域であり、上城関は鎌倉時代に島層の成立過程で開発された可能性が考えられている。また、国史神社部によれば、 藤川町最小寺の最小寺に伝来する開収後、武田信重名の兄口は、島上城村、続くの八幡神社旧蔵と言われ、国史戸籍部によれば、島、上城大場には、島荘の地頭、土屋市の館跡があったという。また、元気三年武田家主院城に記される六郷の、否定領域の内村、続くの八幡神社では、川女祭礼が行われており、 上条関は、島層の内島上城地域を中心に管理、維持されていたと考えられている。海野市島、上条の八和田神社海野市中、下条の松尾神社、国市山川部第一によれば、近世には、上条関は、取水地点の牛久村にちなみ、一の居、牛久居と呼ばれており、牛久、境、登場市の、 中下市の、大下市ののご家村で、共同管理、利用されていたという。元気三年武田市主院城と、国市の記述では遺跡を管理、利用していた村落の内牛区中下城、大下城及び近世に、中下城に編入された宮所のが一致し、中世から近世にかけて継続されて利用されていた、ことが確認されるが、近世には、 島層を中心とする共同意識が弱まり、取水地点の牛久村の地位が向上したと考えられている。また、天狗沢は、上城関から分岐する宮関の灌え地域であったほか、慶長17年に、亀沢上流の清沢側から取水する大沼関が開発されたことによりその灌え地域にも含まれ、上城関からは離脱したと考えられている。なお、 天狗沢村は、国志関部第9によれば大沼関の考えする、大沼村、大久保村と同様に、保坂層に属していたとされ、天狗沢村が、上城関から離脱した事情には、こうした歴史的遺書が存在していたと考えられている。現在は、流路の大半が暗渠となっているが、海の市によって管理され、流路の電磁を潤す水路として機能している。水門は、 町の民族語彙で呼ばれている。山梨県水産技術センターは1972年に開設され水門は、その際に改築されたが、それ以前から存在していたという。石原家文書による。石原家文書には当文書のほか武田市主院上徳川家康主院上などを含み、武田市の非監修であったと考えられている。ありがとうございます。